ポンテコルボは、イタリア共和国ラツィオ州、フロジノーネ県にある人口約1万3000人の基礎自治体。ローマとナポリの間に位置する小都市であるが、ナポレオンの下で、フランス帝国の元帥を務めた、ジャンバティスト・ベルナドットが、当地の大公の称号を得たことで知られている。ポンテコルボという地名は、曲がった橋を意味する、ラテン語、ポンズ・カーベスから来ており、この橋は、 現在も市街中央の利リ川リにかかっている。橋の中央が高くなった設計は、洪水の際に橋脚に衝突する流木をそらすことを意図したものである。民間語源ではカラスと結びつけられ、ベネディクト海の黒子の修道士を象徴するものと説明される。この町はかつてベネディクト海のモンテカシシーの修道院領であった。コムーネの紋章には、 中央が高くなった橋の上にカラスが止まっている。遺装が描かれている。地名については、ポンテコルボや、ポンテコルボと記されることもある。フロジノーネ県南東部に位置する。ポンテコルボの町は、カッシーノの西南西約 15km、県とフロジノーネの東南東約 34km、ナポリの北東約 84km、ローマの東南東約 110km に位置する。 隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り。括弧内の LT はラティーナ県所属を示す。ポンテコルボの町はロッカグレイエルマの麓に位置し、市街の中央にはリーリ川が流れている。ロッカグレイエルマの上には中世に要塞が築かれた。ローマ時代にはアクイヌム管轄下の農業地帯であった。3. オリバ付近からはローマ時代のビーラの遺構が発掘されている。 セーバルトロメオ教会860年、ランゴバルド王国の大官であったロドアルドは、リーリ川沿いに攻め登ってくる、サラ先人ンンに備えるために、岩山の上に最初の城塞を築いた。これがこの町に関する最古の記録である。彼らの城塞の礼拝堂は、セーバルトロメオに封建されたようである。ランゴバルド人の城塞が廃城となると、その跡地には、 セーバルトロメオ教会が建設され、かつての暴露は手楼に転用された。中世には二つの集落が形成された。死壁に囲まれたシービタとシービタとリーリ川の間の草地に築かれたパスタインである。866年、フランクローマ皇帝ロドビコ二世は、サラ先人との戦いのために陣を敷き、小規模な共闘補が建設された。この時、 ポンテコルボの地はカプア広告の一部に組み込まれた。960年、アクイーノのガスタルドであったアテヌルフは、ポンテコルボの地を治療に組み込むことに成功する。アテヌルフの死後、その領土はアクイーノ伯領とポンテコルボ伯領に分割される。1065年、この地はノルマン人によって征服され、ガエータ伯領に組み込まれる。1105年、 モンテカッシーノの修道院長がこの地を購入し、以後4世紀にわたって、ポンテコルボは修道院の所有となるが、その領有は不安定なものであった。12世紀には短期間ながら、シチリアオールチェーロ2世による占領支配を受けたり、強行領として主張されたりしたこともある。13世紀にはカルロ一世による略奪を受けている。こうした中で年、 ポンテコルボにはコムーネの地位が認められている。これはナポリ王国の領域の中で最も早い時期のものであり、ポンテコルボに自治都市という新しい時代が訪れたことを告げるものであった。教会大分裂の際には、ポンテコルボはモンテカッシーの修道院に対抗し、対立教皇クレメンス7世を支持した。1463年、ポンテコルボは 強行の司法権に服し、以後この町はナポレオ国領に囲まれた強行領の飛び地となった。この状況はナポレオン戦争中にフランス軍がこの地域を占領するまで続いた。ナポレオン時代のイタリア。ポンテコルボ大公国はナポレオ国領に囲まれた小国ながら独立の地位を有した。1805年ナポレオン・ボナパルトが イタリア王に即位する。1806年、元帥ジャンバティスト・ベルナドットに、ポンテコルボ大公の地位を与え、ポンテコルボ大公国が創設された。1810年、ベルナドットが、スウェーデン皇太子となると、ポンテコルボ大公の称号と領地を手放した。1812年、ナポリオ・ジョアシャン・ミューラの次男ナポレオン・デュシアン・シャルル・ミューラが、ポンテコルボ大公に封ぜられた。 ポンテコルボ大公国は短命であり、1815年にはナポレオンの没落とともに強行領に復帰した。1860年、ポンテコルボは同様に強行領飛び地であったベネベントとともにイタリア王国に加わった。ポンテコルボの町は第二次世界大戦で破壊された。戦後、近代的な都市として復興がなされた。ポンテコルボには以下の分離集落がある。 ジャンバティスト・ベルナドットジャンバティスト・ベルナドットは1818 18年にスウェーデン王に即位しカール14世ヨハンとなった。以後のスウェーデン王家はベルナドットの末裔である。スウェーデン王の紋章の一部にはポンテコルボの紋章が組み込まれている。ナポレオン・デュシアン・シャルル・ミューラにはブルボン家に代わるナポリ国王に衰退する動きもあった。シアン・ミュラの子孫はプランス・ミュラの称号を称しており、 飛行式に、ポンテコルボ大抗の称号も用いている。地域北方を、アウトストラーダ A1 が走っており、カストロチェーロ域内にポンテコルボカストロチェーロインターチェンジがある。SS628 は、A1 とポンテコルボ市街とを結んでいる。ありがとうございます。